日本大阪府大阪市何枠日本橋東、日本橋西は大阪府大阪市何枠の町名。現行行政地名は日本橋西1丁目及び日本橋西2丁目。大阪市何枠の東部に位置。東は日本橋、北は南波中、西は南海本線を半山で、四季津東、南は阪神高速1号環状線を挟んで、 エビスギ氏にそれぞれ接する。1980年実施の町名で、旧町名の西関谷町、広田町におおむね該当する。2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。二千十六年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は、 以下の通りである。広田神社、大阪府大阪市何和区の町邸、朝一覧、人口統計ラボ、2019年10月20日閲覧。AB、住民基本台帳人口、外国人人口、大阪市、2019年10月4日閲覧。AB、日本橋西の郵便番号、日本郵便、2019年8月15日閲覧。 市外局番の一覧。総務省。二千十九年六月二十四日閲覧。AB、平成七年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長、あざと。総務省統計局。二千十九年八月十六日閲覧。AB、平成十二年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長、あざと。 総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成17年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長、あざと。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成22年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長、あざと。 総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成27年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長,長、あざと。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。平成28年経済センサス、マイナス活動調査、事業所に関する集計産業横断的。 集計都道府県別結果、総務省統計局、2019年10月23日閲覧、郵便番号簿2018年度版、日本郵便、2019年6月10日閲覧、ありがとうございます。